はい、どうもお茶遊びです。今回もフェイトエクストラの実況プレイやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、前回は3時間半の、収録を経て、なんとか序章かの、序章をやりきりまして、ストーリーとしては主人公が倒れてしまったというところまで進めましたね。はい、さてと、じゃあ早速やっていきましょぬかるみの日常は燃え尽きた。魔術師による生存競争。運命の車輪は回る。最も弱き者よ、剣を鍛えよ。その命が育んだ己の価値を示すために。一気に減った。何でしたっけ、確かロールから脱却したものは3割ほどっていうことだったんで、さらにそこから厳選されて128人、つまり8分の1になったってことですね。じゃあ行きましょう。空が焼けている。家が溶けている。人は潰れている。道は途絶えている。これが戦いの源泉。これが再起の原風景。ここで私はただ一人生き延びた。思い出すな。忘れるな。忘却は至上の救いであり、最悪の罪である。忘れるな。地獄から私は生まれた。これは忌まわしい夢。どこかであった。どこにでもあった。そして現実に起きた幼年期の記憶である。これが先ほどというか前回にあった30年戦争の内容なんですかね。多くの血が流れ、響き渡る怨嗟の声を聞いた。命は消える。思いのほかあっさりと。肉親も友人も、名前を知らない隣人も他愛なく。銃を持った兵士も、生き延びようとする家族も。最後まで醜くもたくましくあがき、臨終の間際、穏やかな面持ちで呼吸を止めた。それがどうしても承服できなかった。なぜという疑問が消えなかった。紛争と天災の違いはあれ、なぜこのような悲劇が起こるのか。なぜ誰をも救うことができないのか。いや、そもそもなぜ世界はこの地獄を許すのか。穏やかな雨が降る。形あるもの、性あるものは一人を残して消え去った。無力と絶望の中、意識は薄れていく。胸にあるのは疑問と怒りと。雨を頬に感じながらまぶたを閉じる。多くの人間の人生の時間の痕跡が跡形もなく消え去った。その犠牲を見て、死の淵になお頭を上げて認めないと。もしもう一度、まだ命を与えられるのなら、今度こそは、決して。だが二度はない。雨はほどなくして、焼けた大地を清めていった。忘れるな。地獄から私は生まれた。その意味をどうか忘れないでくれ。さて、謎階層が入って、何か欠けた夢を見ていたようだ。ああ、この主人公の夢だったみたいですね、今のは。ここは何だろう、保健室っぽいですね、見た感じ。目が覚めた。ここは学校の保健室。
いつの間にか倒れて運ばれてきたらしい。それではあの扉の先の世界、行く手を阻むドル、そしてサーヴァント、あれらも全て夢だった。いや、この保健室はすでに見慣れた日常のそれとは違っていた。似てはいるが、どこか異質で。ようやく目覚めたか。まったく、虚弱にも程があろう。おっと、赤セイバーさんじゃないですか。おはようございます。そなたがそんな長州へ、要は寝顔を眺める以外の楽しみがなかったではないか。ベッドの横に突然に人影が現れた。忘れようもない強烈な印象を残したその姿。グレンの衣を着込んだ勇ましい少年が、よく観察すると体の端々に男性らしからぬ、柔らかさが見られた。もっとも外見や性別の判断は意味がないのかもしれない。何しろ相手は人間ではないのだし。だが良い、戦いの時間には間に合ったんだからな。聖杯戦争の本戦はこれからだ。時にそなた、聖杯戦争のことは分かって参加していような。聖杯戦争？分かっている。じゃあ、まだ、第2回、今日、パート2を上げたんですが、その、昨日上げたパート1の方で、フェイト全く知らないという方がいらっしゃいましたので、分かっているではいいんですけど、ここは聖杯戦争についておさらいというか、今までいろんなフェイト作品見てきた人はおさらいとして、ここから新規に私の実況で初めてフェイトを触れたよっていう人は、まあ、ここで知っていってほしいと思います。じゃあ聖杯戦争、聖杯戦争、あの時も聞いた言葉だけれど、一体どういうことなんだろう。なんとそうだ、聖杯戦争も知らぬのか。よくもまあそれで世のマスターになったものよ。だが無知は哀れだが罪ではない。世が享受してやろう。そなた、さすがに聖杯を知っておろう。尊き者の血を受けたとされ、あらゆる願いを叶えると言われるあれだ。聖杯というとあの聖杯だろうか。西王の伝承の端々に現れる何かしらのシンボル。アーサー王の探索探でも有名な、などでも有名な奇跡を起こす聖遺物だ。もっとも新作の書体は定かではない。世に出てくるものは贋作ばかりだからな。だがそれは問題ではない。それが願いを叶える願望器としての、ね、能力を持っていれば、贋作で、が、ん、偽物か、偽物であろうともそれは聖杯なのだ。かつてそういった聖杯をめぐるメイガスたちの儀式が、名を聖杯戦争という。もっともあれは儀式とは名ばかりの生存競争、所有権を決める殺し合いであったが、一方この戦いはその聖杯戦争を模した戦いのようだ。そうであろう、魔術の絶えたこの時代でなお魔術師と呼ばれる最新のウィザードよ。ウィザード、聞き慣れない単語だが、どうも自分はそういったものとして認識されているらしい。それにしても聖杯戦争というのが殺し合いというのは一体。仕方あるまい、互いに雌雄を決する以上敗北者は必然であろう。死は避けられない。良いか、聖杯戦争の仕組みは単純だ。選ばれたウィザードはサーヴァントと共に戦いの場に赴き、一騎打ちの勝負をする。敗れた者は全ての霊場を失い、また戦いの結果によって命をも失うだろう。思わず左手に目をやる。そこには紋章にも似た奇妙な文様が3つ刻まれている。あの時の痛みは今はもうない。その勝負を繰り返して最後まで残った者が聖杯へと至るという筋書きなんだろうな。世も詳しくは知らん。細かなルールがいろいろあるようだが、つまりは勝利し続ければよい。それだけだ。簡単なことであろう。それほど簡単な話じゃないだろうし、素直に納得もできないけれど、とりあえず理解はした。自分は好む好まざるに関わらず、その聖杯戦争とやらに参加してしまったことだけはね。え聖杯戦争に知らずに巻き込まれたっていうところはあれだね、フェイトステイナイトの導入に似ていますね。あれフェイトステイナイトの導入多分そうだよね。確かそうだよね。まずいな、もう忘れかけてきてる年かな。うむ、理解したならひとまずそれでよい。ではそなた、サーヴァントとは何か分かっておるか。はい、ここも一応分からないと言っておきましょう。それも分からぬのか。そなたもよくよくものを知らないのだな。
呆れた顔をしつつもサーヴァントはさして嫌がるでもなく話してくれた。もともとサーヴァントとはこの聖杯戦争でマスターを勝たせるために呼び出された過去の英霊だ。世のように生前に名を馳せた英雄は後の世にまで信仰される神仏的な存在、英霊となる。その存在を聖杯の力によって世界に再現した姿がサーヴァントである。サーヴァントは戦士だ。呼び出した魔術師を守り導く役割だな。元になった聖杯戦争のルールに従って呼び出されたサーヴァントは7つのクラスに分けられる。もともとは英霊たちの名前を隠し召喚の負担を減らすためのモデル化なのだが、そのあたりはまあ良い。セイバー、ランサー、アーチャー、ライダー、あとは何であったかな。ま、どうでもいいクラスだろう。大事なのはセイバーだけだ、覚えよ。はい、この赤セイバーがはしょったのは今どこに行ったっけ。セイバー、ランサー、アーチャーで、これが3騎士ですね。で、今言ったのライダーまで行ったんですよ。ライダー、キャスター、アサシン、バーサーカーが、4騎士って呼ばれています。はい、このクラスというのは用途の一本化だ。英霊のパーソナルを全て搭載したら容量が足りなくなるのでな。クラスに応じた英霊のパーソナルだけを摘出し形にするのだ。クラス名そのものが相手の特性と考えて問題はない。なおセイバーに当たるものが最良のサーバーだと言われている。では唐突に問うと、世がどのクラスであるかは言わずとも分かるであろうな。はい、セイバー、ライダー、分からない。もうなんか自分ちょこちょこ言ってますけど、はい、正解はセイバーです。ライダー、分からない。なぜここでライダーが出てくるんだっていう疑問に関しては、そうだね、後々出てきたらまあそこで解決してもらえればと思うんですが、出てこなければ私の方からちょっとした話をね、あくまで噂かな、公衆でそう言ったのか分かんないけど、はい、話をしたいと思います。じゃあセイバー、しかり最良のサーヴァントがセイバーであるからには世がセイバーなのも道理であろう。うん、良い返答だ。そなたには見どころがある。ありがとうございます。では世のことは以後セイバーと呼ぶがよい。呼び捨てて構わぬぞ。そなたは世のマスターだ、特に許す。セイバー、正確には多少付き合いにくそうなところもあるようだが、頼もしい味方にあることは間違いない。しかしセイバーが英霊というならば、一体どの英雄なのだろう。世の神明か、非すべき恥もなし、教えても構わぬのだが。うむ、そなたから敵に我が正体が漏れてしまうのはよろしくないな。敵に流し出れようとも世の真実は揺るがぬが、それで戦いのあり方を変えてしまうのも無粋だ。世の名はもう少しそなたを見極めた後に教えることとしようだが、何も分からぬ状態では不安であろう。名は明かさぬが潔白は示そう。正直なところ世にもこたびの聖杯がどのようなものかは点で分からぬ。だが願望機として機能し、サーヴァントを再現できるとの人類史を貯蔵しているのは確か。そなたは魔術師であり、世は最強の英霊であり、我らが手にするべき聖杯は真実だ。今はその事実だけで満足してほしい。いずれ戦いが始まった時、そなたの不安は我が剣で払ってみせよう。おお、消えた。そう言うとサーヴァントは姿を消した。しかしまだ自分の近くに存在していることは感じる。用のない時は姿を消しているのだろう。敵に見られて正体を悟られない用心かもしれない。もっとも英雄なんて普通は見たことないわけだし、外見で正体がバレるなんて考えにくいのだけれど。おっとおっと、さくらですね。あ、緑野さん、目が覚めたんですか。よかったです。体の方は異常ありませんから、もうベッドから出ても大丈夫ですよ。それとセラフに入れられた時に預からせていただいたメモリーは返却させていただきましたので、ご安心を。聖杯を求める魔術師は門をくぐる時に記憶を消され、一生徒として日常を送ります。そんな仮初めの日常から自我を呼び起こし、自分を取り戻した者のみがマスターとして本戦に参加する。以上が予選のルールでした。あなたも名前と過去を取り戻しましたので確認をしておいてくださいね。名前と記憶を取り戻す。
それはおかしい。確かに名前ははっきりと口にできる。しかし記憶が全く思い出せない。学園にいた頃は皆普通の生徒だったと思い込まされていたというのは分かった。しかし自分は未だ以前の記憶が思い出せない。記憶の返却に不備があるですか？それは私には何とも。私は運営用に作られた AI でしたので。抗議の声はあっさりと無視された。どうも彼女は与えられた役割をこなすだけの仮想人格のようだ。あ、それからこれ渡しておきますね。携帯端末機を入手しました。これから先この携帯端末機かなりてかもう必需品です。これ渡された、それは 何らかの携帯端末らしい。何らかじゃない、何かの携帯端末らしい。とりあえず連絡のものみたいだが、別の用途もあるのかもしれない。本来の参加者は表示されるメッセージに注意するように、あ、本線か、本線の参加者は表示されるメッセージに注意するようにとのことです。おっと、ナウローディング、チュートリアル。はい、本線では三角ボタンを押すと携帯端末から端末メニューを開くことができます。端末内のステータスからは自分自身やサーバーとの状態を確認できます。マトリックスからはそれまでに集めた対戦相手の情報を参照できます。イクイップではあなたの装備の確認と変更を行います。アイテムでは現在所持しているアイテムとマスターの装備品である霊装を確認できます。システムでは予選と同様ゲームの進行状況を保存したり様々な設定を行います。はい、ひとまずセーブしちゃいましょう。はい、さてステータスですね。マスターレベル2ですね。前回の初戦闘で早速レベルが一つ上がりました。スキルポイント3、経験値10、次のレベルであと40ですね。でクラスセイバーで筋力、耐久、敏捷、魔力、幸運、すべて E ランクと、なかなかやばい、このままでかなりやばいサーバーでございます。本来であればですね、これ多分本来のステータスじゃありませんね、多分。で、まあ特徴的にね、じゃあなんかなんだろうな、こういうのもちゃんと特徴的な感じになってるんだけど、まあ、まあめたい話、ゲームの設定上そういう風になってるって感じですね。はい、でまああとアイテムかな、エーテルのかけら、サーバントの HP 消回復、まああとは携帯端末機ということで、じゃあ早速話しかけますか。あ、緑野さん、琴峰シンプルにはもう会えましたか？本戦は厳しい戦いが続きますけど頑張ってくださいね。ということなので、琴峰神父、つまりは琴峰綺麗に会いましょう。まあ、ここにはいないみたいですね。ここから出ていきましょうか。早速もうちょっと口が舌が回らなくなってきてますね。琴峰神父はどこにいるんだろう。ついに聖杯戦争も本戦、予選で記憶を封じられたのによく突破できたと自分でも思うわ。もう記憶自体 を取り戻したというか、これが前回 の学園生活が予選であることを見抜いたのは3割もしくはそれ以上であるのに対して、さらにそこから奮いにかけられて、先ほど言いましたが12% かな、999からだよね、多分128かける、あれ違うな、128かける、あれちょっと待って、100 待って、128だからそんなにいないよね、やっぱり。やべ、もう計算できねえわ。125×8 で確か1000なんで 15% か、よくてそんぐらいでしょ。12から 15% ぐらいの、ほんと限られた感じで、一握りの砂金ですね。どうしようかな、神父っていうからにはこっちいるんじゃね。
教会行けんのかな。教会の中からかすかに人の声が聞こえる。ああ前回同様入れなさそうですね。じゃあこっち戻りましょう。ということはどっかにいるのかな、この先に。よっ、これが本線か。予選とは空気も違うもんだな。さっき屋上で空を見てきたけど明らかに別物だったよ。お前も行ってみたら。うん、屋上か。その前に話しかけていこうかな。保健室で行っていた琴峰とかいう人今はいないみたいね。ちょっと校舎を探索してみようかしら。ふむ、いないのか。麻婆神父はどっかにいてしまったと。で、前回はなかったところにこんな扉があります。扉は完全に閉ざされている。はい、とりあえずなんか前回はここに入ってって、まあ、この中でいろいろ繰り広げて赤セイバーと会ってっていう感じですね。なんですが今回まだ扉は完全に閉ざされていて入れないという状況でございます。じゃあ2階に行ってみますか。あ、その前に近い行くか。こんにちは。あと、ようやく食堂お披露目ございます。はい、どうも。いらっしゃいませ。地獄の里も金次第。つくみ原学園購買部です。購買部。購買部では様々なアイテムや霊装を購入、売却できます。アイテムや霊装は端末メニューのアイテムから確認できます。また霊装をマスターに装備させなければ効果を発揮しませんので注意してください。何かあんの？ことあるけど、あ、これ欲しいな。マスターの運気50条保証。焼きそばパン、カレーパン、サーバーの HP がわずかに回復。こういったアイテムはまあ後々ちゃんと手に入るので、本当足りなかった時にここに来るといいかもね。でも冷蔵に関してはなかなかそんなにひょこひょこっと落ちてるもんじゃないので、確かそこは霊装とかは自分に合ったものとかを買っていってまあ強化していきましょう。霊装はね、主にマスター自身を強化するものですので。おお、お前も突破できたのか。よきかな。本線の校舎は全部回ってみたか。屋上からの眺めはなかなかのものだぞ。あ、屋上別物だったけど、別物っていうのはやっぱり本物とは違うっていう意味なのかな。さっき下で言ってた人はそれに対していいものだぞみたいなことを言ってるんで、まあ、やっぱそこはあれなのかな。うん、よっ、ふん、予選と同じようで別物だな。よりセキュリティが増している気がする。へえ。システム系の NPC が黒い服、生徒会のキャラクターらしいわ。何かわからないことがあれば彼らにとりあえず聞いてみることで。はい、ちょっと今先走っちゃって言いそう、じゃあそんな風に言ったような感じになりましたけど、竜道一世など他のこの黒い制服を着たキャラクターは、今回の運営側が用意した NPC です。なのでおそらくソラがいい、ソロはいいぞみたいな、ガルパンはいいぞじゃないけど言ったんでしょうね。はい、あんたもマスターか。近寄るな、話すことなんない。この人はもう殻にこもって情報なんて渡さねえぜって感じですね。図書室へ、こんにちは。図書室は特に人いないかな。うん、いないですね。はあ、やべえ、もう20分以上撮ってる。ここなんかあるかな。ここには特に何もなし。じゃあ3階行きましょう。あれ、俺今2階奥行ったっけ。ちょっと待って、2階廊下行ったっけ。こっち行ってないよね、多分。おかしいな、教室に入れないんだよね。少しブラブラしてるしかないのかな。ないんじゃない。これでも故郷で名の知れた霊シャッカーだったな。しかしまさかあの盗作が参加してるとはな。大したものだよこの聖杯戦争ってやつは。やっぱり盗作にはなかなかに
名の知れた、人なんでしょうね。じゃあ3階に行きましょう。で、踊り場っていうか、ここには特にいない。で、ここに前回ものすごい爆発を引き起こした原因の彼女がいます。あなたなのですか？何が？あなたなのですか？何が？そうなの。特にここには何もないかな。視聴覚室も多分淡白な説明しかないでしょ。ここは視聴覚室だっていう淡白な説明しかないので、こっち行きましょう。この先確か前回、あ、いる、やっぱいる。お兄ちゃんマスターだったのね。いや、はい、マスターでございましたよ。うん、多分あとは屋上かな。屋上とあるいは外かな、まあ、この調子でいくとおそらく屋上には誰かがいるはず。いた。いましたね。これがつくみはら怪奇スポットの一つですね。人を怪奇扱いするのはどうかと思うけど、